東徹君日本首都会の東徹でございます、えー、感染者の数でありますけれども、先ほど西村大臣からもご報告がありました、まあ、2万人を超えるということであります。えー、昨日が2万1570人、えー、そして、えー、陽性者数の数よりもです、ね、やっぱり深刻なのが、やはり重症者数の数です。 でこれが先ほどの報告では、昨日が、ね、1964人でありました。で、えー、先週、1週間前が1646人でしたから、1週間で300人増えているということです。1ヶ月前で見ると、1ヶ月前がです、ね、600人ぐらいでしたから、まあ、非常にですね、これ、この間、重症者数の数が増えてきている。で、一番大事なことは命を守るということですから、 重症者数を減らしていくということが大変大事であります。そのために必要なのが、カクテル療法ということで、このカクテル療法が非常に決め手になってくると私は思います。1週間以内、早い段階にこのカクテル療法をやっぱり適用していかなくてはならないわけでありまして、でこれがですね、入院施設だけではなくて、外来、これ、外来の方でもできるようになっていくというふうには聞いておりますが、 その点どうなのかというところと、もう一つはですね、開業医の先生の中でも、手を挙げるという先生もおられます、ぜひ開業医でも協力してくれるところにはです、ね、カクテル療法を、まあ、治療できる、まあ、そういったことをぜひお願いしたいと思いますが、その点、いかがでしょうか西村国務大臣。 抗体カクテル治療薬通称あの販売名ロナプリーブと呼んでますけれどもこれにつきましては全国で3000の医療機関がこれを投与する意向があるということで登録をされておりますすでに1200の医療機関で約5600人に投与20日現在でありますけれどもされているところでありますあの私も直接現場も視察行きましたし多くの医師から非常に効果があるとおっしゃったように発症から7日以内でできるだけ早い方が 効果があるというふうにご指摘をいただいております。あの十分な量は確保しているというふうに聞いておりますけれども、あのただ。 アナフィラキシーと呼ばれるショックのがある方がおられるものですから、24時間現時点では見なきゃいけないということで、1泊2日で最低一番短いライン、短期の入院でこの投与を行っているということでありますが、ご指摘のように外来で使うことはできないのかということで、厚労省で検討を急いでおりますので、ご指摘のように外来、開業員の皆さんがどのような形で使用ができるのか、これ、検討は急ぎたいというふうに考えております東徹君。 まあ本当にあのこれ、急いでですね、ご検討をお願いしたいというふうに思います。あの私も、知り合いの人でまあ陽性になって、カクテル療法やって、元気になられた方がおられますので、効果はしっかりあるというふうに思います。ぜひお願いをいたします。で続きまして、ロックダウンのことについてお伺いしたいと思います。まあ、先ほどからも、今日衆議院の方でもロックダウンのお話がありました。まあ、これはロックダウンでいろんな考え方がありますので、大臣が言われるとおりです。しかしか 全国知事会がです、ね、8月20日にロックダウンの要請をです、ね、いたしております。でこれ、全国知事会の中では必要な法整備の検討、それから基本的な対処方針の見直しがです、ね、これ求められております。でこれ知事会の、まあ、西村大臣は 知事とはです、ね、よくコミュニケーションを取っておられると、まあ、常にまあおっしゃっておられますので、ぜひ知事会が考えているロックダウンのことについて、西村大臣はどう考えるのかです、ね、その点についてお伺いをさせていただきたいと思います西村国務大臣。お答え申し上げます、実は今朝の分科会でも、泉会長と若干の議論をさせていただきました。あの 議事録もやがて公開されますので、少し申し上げると、例えばその都市封鎖的な考え方で、えー、交通機関の、完全に止めるんじゃなくて、料金を3倍とかにしたらどうかというご提案をいただいたんですが、ただ、私から申し上げたのは、えー、首都圏でも、 大阪でもそうですけれども、兵庫から通ってますので、これ3倍にされたら、エッセンシャルワーカーの方も、いろいろ例外を作ればいいのかもしれませんが、相当混乱が生じますので、今日申し上げたのは、ぜひ時間を取ってしっかり議論しましょうと、ロックダウンにもさまざまな考えがありますからということで、先ほど答弁申し上げたようなことを申し上げた次第でありますけれども、いずれにしても、各国でいろんな対応されてます、ロックダウンをもうやめるというオーストラリアのようなこともありますので、各国のいろんな な状況をですね、私ども研究をずっと続けております。これをですね、しっかりと検討して、私は感染症を抑えるため、国民の皆さんの命を守るため、さらに強い感染症が来るかもしれませんので、いろんな検討はこれ絶対進めなきゃいけないというふうに考えているところであります。安住党君。はい、続きましてあの自費検査のことについてお伺いしたいと思います。あの厚労省が発表しているまあ検査の陽性率はこれ公的検査が対象です。しかし、あの町の中で 民間の検査センター、これあの、よく私も通るんですけども、ずらーっと200人ぐらいです、ね、人が並んでます、でえー、この自費検査はあの、えー、含まれておらないわけでありまして、この自費検査の結果、まあ、陽性となった方がです、ね、3%程度いるということが、まあ、報道でもされております。 で、陽性者が出た場合に、まあ、検査事業所が保健所へ、まあ、届けることをですね、これはやっぱり義務化していかないと、ほったらかしではやっぱりダメだというふうに思います。この点についていかがでしょうか。西村国務大臣。えー、ご指摘のように、民間の検査能力はかなり広がってきておりますし、私ども、あの、連携して活用もしているところであります。で、ただ、ご指摘のようにですね、自費検査で陽性となったものについてでありますけれども、え、 民間の事業者に対してはです、ね、あらかじめ定型医療機関を決めておくこと、それから、えー、陽性と判明した方には、定型医療機関への受診を干渉することなど,をいてなどについてです、ね、自治体を通じて要請をしているところでありますが、えー、実際にですね、えー なかなかそうでない場合もあるようでありますので、医師がまさに患者と判断した場合に、ですね当該医師が感染症法に基づいて、保健所に届けている義務がありますので、これによって保健所は発掘することが可能になります、したがって、検査機関と医療機関が提携をして、ですね必ず陽性が分かった場合には、そこを受診する旨を制約させる、制約してもらうと、あの患者さんにです、ね、患者の検査を受けた方にですね、といったことを含めて、取り組みを徹底する必要があるというふうに考えております。 以上東君、まあ、ぜひその点、徹底していただきたいと思います。あともう要望になりますが、あのやっぱりワクチンの効果はやっぱりあるんですね、でえー、大阪府でもワクチンを2回接種して14日経った人たちの経過を見ますとあの、死者数はもちろんゼロでありますし、重症者,者数もゼロですから、まあ、ぜひとも、まあ、そういったワクチンの効果があるということもです、ね、政府としてやっぱりしっかりとあの発信をしていっていただきたいと思います。以上で質問を終わらせていたまますありがとうございました